しい一日が始まりますよ今日も。ほらすごいよ、70回とか上がってるよ、すごいよね。39の28、35の36、33の14、32の30、39の24、わーすごいよ。それじゃあね、いや楽しみにしてました。天正が20台入りましたんで、いややっていきましょうよ。でね、今日はカメラマンのメガネ君に僕が金を出します。さすがにね、前回とかよりやっぱ増えてきましたね、お客さん。朝から20台ある天正がもう半分埋まってるかな。いや、いいじゃない、いいじゃない。ね、10スロのお店なんですけど、まあ、頑張りましたよね、台数ね。頭から200超えるな。とりあえず、一発どうよ。とりあえず。話が先に進まないから。この台だけね、極端に回数が少ないんだよね、昨日、一昨日。昨日4の3、おととい6の3、他大体なんか、そうね、5、60回、なったら70回とかあっちゃってる台もちらほらなんだけど、いやー、見切った方がいいのか、あんまり、まあまあ、早上がって言うのは禁物だとか言っといて、こんなこと言うのも、ああ、しよし、2、4、3、ちょっと手間取ったけど。赤ですか。一応4000円ね、4000円、4000円っていうか、まあ3000円と1ゲームとかそんな感じだけど。おい、いやいいよ、3ゲームレグ、これ2の2になった。自分が打っててその感じになってたら、前回のとか前々回のね、ねえ剣もあるから、ああ、また6だこれって言っちゃったかもね。よし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 、75、よい、OK、よしよし、つながった。これでな、スイカが何だったら2回とか落ちたらガゼンなんだけどな。そい、OK、黄色。とりあえずスイカ1回ね、右も左もわからない状況で、なんだったら前日とか前々日の回数も、ね、微妙な、ね、お店だったりすると、もう朝それこそ5000円、まあ枚数で言ったらだから250枚ぐらい入れてやっぱ見切ることもまあよくあるんだけど、やっぱりね、入ってるお店でね、打つときはね、それじゃダメだからね。となると、じゃあ朝どこまで追っかけるのってなったら、まあ空き台があるんだったら、でもまあ、300、400まで行っちゃうとちょっときついけどね。まあでもまあ300まではまあやるか、やるな、そりゃ。あと、まあ、100枚ちょっとぐらいかね、まあ飲まれそうなんだけど、で飲まれちゃったらどうするかだよな、追うべきか追わざるべきか。300いっちゃいそうだな、今275、まだちょっと回されただけで空いてる台とかがあるんだよね。いよいよ1000円でやめられてる台とかがあるんだけど、それ行くか、あと、朝っぱら、即化け引いて、
即あ飲まれやめみたいな。いやー分かんねえなー。あれ今左滑んなかったか。よし338追加1000円ね。うん前だろ。ああいいよね。ピック2のこれでスイカに先行しないかな。スイカがさあこっから頑張ろうか。338ビッグだろ。でドア玉も、ね、200超えてるからね。ここなんだったらうん、早いの引くのはもう取り急ぎで急務で、でなんだったらそれをね2、3発持ってきたいよね。でちょっと確率をさ今合算で224分の1になっちゃってるからこれをちょっともうちょい見栄えのいいねひとまず150分の1ぐらいにさ、ね、ここを飲まれたら正直しんどいとこなんだけど、でもなんかもうねビッグ2でそれから2回引っ張ってきちゃってるあたりにまた引っ張られて、ずるずる追っかけてみたいなことになんなきゃいいんだけどな。よしよしよし60はいよしよしよしうんまず OK、はい OK、よし、ね、ここ何回かの一件があるからやっぱ、ね、5号機のプレハナとかも、ね、ある程度埋まってるね今日は。いやそりゃそうだよな。前回前々回とかここ1ヶ月2ヶ月のねえ状況見てたらさすがに来た方がいいと思うもんな。100超えたね。畳みかけたいところだったんですが、よい187よし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 。やや増えか。はいわーいいね。これでビッグ4のスイカ5合算をな150分の1よりいいぐらいのとこまで持ってきてるよな、ね、当たりは今一つだけどなんだったら小持ちも、ね、いい塩梅だし、まあ、まあクレジットでもこれ32ゲームあって、まあ、半分残ってるからね。初打ちっていうか、まあ、前回打った時にビッグもレギュラーも、まあ、まあまあ上振れしちゃったんで日付またいでその帳尻合わせが来てるかこれもしかして。そういうこともあるからね。上振れし続けるパスローありませんから、うん、上振れたら下振れるし下振れたら上振れるしね。その繰り返しだからね。で鳴らしてみたら自分が打てた設定の、うん、近日に大体落ち着いてるよねっていうね。結果いい台打った時の期待値分が残るっていうね。そういうもんだからね。うまく上振れからね入れて短い期間でわーっと勝ってね、うん、その余剰を持って日々付き合っていけるような形になればいいんだけど、下振れとかから始まっちゃった日にはねなかなか続くまも続かないよねっていう話なんで。93馬券赤からの、緑だから興味のパッチングなんて本当にねもう1日単位とかで見たらかなり運の要素が強いから相当長い期間で見ないとね付き合い切れないと思うんだよね。でいやその間
じゃあ当たりが全然取れないとかさ、当たってもね、連射しないとかで、チンチンにやられる期間を耐えきれるだけの資金力を持って臨める人はいいけど、ね、なかなか耐えきれないみたいなね、こともあるだろうから、だから競技のパチンコと長い付き合いしていこうと思ったら、やっぱそれなりの覚悟がいるというのを去年僕も嫌というほど学ばさせていただきました。250ビッグでお願い。あー化けくせえなだよな。赤赤に緑1、5の4で105、2の8で107、おあれ0の6つらまんな、あれ140分の1があったから、さっき、いやもうこれまたちょっとぽいけどね。でもなんだろう、周りこれだけやっぱ今日も反応してる台があるから、だったら空いてる台ちょっとはしごしたらね、ものの 2,3 台ちょろって回したらなんかどっかで反応しそうな気するけどな、うん、まあかといってじゃあこの台が今ねいかほどのものなのかと言われたら、まあ確かにボーナスは引けてませんよ、うん、今また合算200分の1になっちゃったからね。ただ陸中のスイカはいいし、ランプもね、まあ負け3回しか引いてないけど、赤2の緑1、なんか起こりそうな雰囲気じゃない、まあ、あとは当てるだけみたいなね、まあ、ぶっちゃけねこの状況で、まあ、前代まであるんじゃないかと、まあ、今日も思ってんだけど、で2台とか3台打ったらね、それはどっかでまあ引っかかってるはずなのよ。仮に全体じゃないんだとしたら、これ飲まれたとこで移動ってなるんだけど、いや迷うなこれ。たまたま今当たりが取れてねえだけな気がするんだよな。ただ日誌、まあ間もなくというか、まあ総ゲーム数で1500くらいになったか、1506ゲーム、1506ゲームで4の3、いや移動するか、新天地に活路を見出すか、早化け引いて空いてる台と回ってない台どっちがいいか、サラピンからいくか、はい飲まれました、309ゲーム、はい、2台目ゼロから、隣の台が朝6ゲームで化け引いて今214で空いてるんだけど、まあそっちもちょっと気になるんだけどね。おい1000円14ゲーム、ナイス、よし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 、ナイスナイス、ね、さっきまで打ってた台が悪い台だとも思ってないんだけど、あら、スイカ3回目、あれ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 、うわ、来た、ほら、さっきの台よりいいじゃん、さっきの台はビッグ4のスイカやるのかね、これビッグ1のスイカやるのかな、青、まあ、個人的な投資が6000円、まあ、600枚なんで、まずそれをさっと取り返そう。ただまあメガネ選手がもう1箱半持ってるのか、1箱、うん、1箱半、1箱ちょいか、1箱ちょいと下皿がっちょり、まあまあ持ってるな、7の6で114分の1、まああのおかげさまでトータルでは勝ってますんでいいよ49、
よし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 、そうそうそう、で当たりのやっぱ反応がいいだよ、打とうよ、全然 OK。 ねえ、2021年がさ10月、11月、12月とまあ負けたんだよね。まあまあパチンコの負けとかもまあまあ大きかったんだけど、ただもう毎月もう本当2、30万ペロってやられるような日が続いて、で年明けて頭の方微妙にね良くなかったんだけど、後半まあだいぶ盛り返して、ものの1万2000負けかな、3000負けかなとかで1月終わったんですよ。で、まあ、今日2月1日なんだけど、去年の、うん、なんだろう、最悪のね流れからはちょっとなんだろう、脱出できたかなというか、年が明けて流れがちょっと変わってきたんじゃないかなという手応えは感じてますんで、手応えというかまあ雰囲気にはなってきてるから。で今日なんかね2月入って初日じゃない、でこの状況でしょ、この状況でずっと続いてんだけど、いやちょっとなんとかして帰ろうな今日はね、156、よし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 、これでとりあえずもうほぼ同点だろう、というか同点だな。うい、12、よし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 、完全に逆転。いやマリオンビサインター、もうほんと大好き、もちろんね続けていく中でそれは負ける日とかってそれは来ますよ当然、っていうか実際負けたこともあるわけだしね。ただなんだろうな、このお店で負けたならしょうがないよねって思えるかどうかっていうのも大事じゃない。一番個人的になんかそのつまんないなと思ってるのが、まあ、やっぱりよくわかんないところでよくわかんない台を打って、なんで何がしたかったんだろう俺はみたいなっていうのがやっぱり一番面白くないんだよね。その際勝ってる分にはさもういいじゃん、うん、勝って面白くないってことはないんだから、だから勝ってる時はいいんだけど、やっぱ負けた時にいかにその自分の中で折り合いがつけられる、納得がいく負け方ができるかっていうのを考えていくと、やっぱその負けても納得できるお店で納得できる台を、うん、打っとくことなんだよね。っていう意味で、まあね、今日は絶対に勝たなきゃいけない日だと思ってきてるんですけど、おい、ほら、うわー、ほら、止まんない、来てる来てる。ポン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 当たるな、これざっともう1000マイルあるな。メガネ台は6なんじゃねえのかあれ、また7の9、なんか全体的に今日は反応してたがレギュラーに寄ってるね。2の8、5の9、6の10、7の11、ねえ全6の前ジャグみたい。ね、昨日おとといのデータとか見てもさ、31の23、39の24、32の30、まあ至る所そうなんだけどね、33の23、28の21、目の届く範囲にみんなそんな感じだよ、23の22、なんかあっちの方に35の36とかもあったけどねだから要するにやる気がある日のね、マリオンビサインター東店はそんな感じであると。
168。あ、ほらこの台ビッグしか引かない。皆さんレギュラーによらねちょっと寄ってる台が多いから、僕のところにちょっとあれかな、飯行こう。いやランチ休憩から戻ってきたらね、動きありだね。ガゼン出玉見えてきた。この島さ6台稼働してて5台箱使ってんすよ。で2箱1箱で1台箱使ってない台があるんだけど、それもね8の12でね108分、あ、何台使ってないんだろう。ああ、ガサが見えないか。でも8の12であれも絶対あるんだよね。でね、まあメイン10スローなんですけど、あのね、5スローとかにもね、明らかにこれもう間違いないよねって台がね、まあまああるんだよね。いや、めちゃめちゃいいじゃない。で、この際だけど、花々だけじゃないからね、うん、アクロス系のノーマルタイプとかその他諸々もろもねえ、129ゲームよし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 、おーおーおー、3連続4連続ブルブル。9回目ビッグ7のスイカ9だからな。というか1月の収支が1万、トータルで1万3000枚くらいで終わってるから、今日2022年のトータル収支がプラスになりますね。ありがとうございます。幸せ。82分の1でビッグを7回引いてる。さあこの島とうとう全員サゴさってんな。背中のテンションも1、2、3、4、5、6、7、8、9台というか、まあ空き台が1台しかないんだけど、9台中8台箱使ってます、ね、よう出るよね。しかし2箱1箱2箱1箱2箱1箱2箱、素晴らしい。252、うわーびっくりした、引かない。252ビッグは OK ね、行ってこいだね。ビッグ8のスイカ11、なかなかの問題ね。でだいぶ出入りが激しい感じになってんだけど、まあまあ激しくもねえか、まあうん、まあ出玉の波がちょっと荒いって言った方がいいかなんだけど、ボーナス感で全然深いの食らわないから、これはバケでもいいぞって言ってたら、なそれはねな。そう、あの最大ハマリがね、ストレートハマリが知れてるからね、助かる。1台目で1回300超えて、まあ、最後ハマった時に攻める前に食らったか300ちょいってやつね、まあ、程度のもんで、ね、あともうたまに200ちょっといく程度のもんで、ボーナス感ハマりがやっぱ浅いから楽。ちょっとね勢いが収まっちゃったけど、まあそれは止まるよな、あの感じだったらな。ビッグだけだったもんね。であの確率でビッグ引き続けるのは無理だもんな。でも普通のね10スローの店はやっぱまあこうはいかないわけよ。当然さ1枚10円ともなれば20スローに比べてさ売り上げが半分になるわけで、
そうなるとやっぱ普通まずどこが20ストローの店と変わってくるかっていうと、まずラインナップが変わってくるよね。やっぱそんなにやっぱ機械を揃えれるだけなかなかねに至らないというケースが多くなると思うんだけど、やっぱそこはね母体がしっかりしてるマリオンさんならではよ。10ストローで寝台でね鳳凰のテンション20台も入っちゃう、なかなかよね、うん、それこそねちょっと前まで定価専門の店とかもでそれなり以上にお客さん集めてね入ってる店入ってたよねっていう話だけど、一般的にやっぱ定菓子のお店って4円あるいは4玉あと20円スロットでグループ店とかで外した機械を同じチェーン内で定菓子に回していくみたいなさ、もしくは中古で安く機械を買ってっていう運用の仕方だったわけよね。なんだけど今日日その旧基準機パチンコもスロットも含めてで去年から今年にかけてやっぱ外さなきゃいけない機械の台数がとんでもなくね多かったわけじゃない。そうすると今度定貸しだろうがなんだろうが買うもの買わなきゃいけないんだよね。そうすると本来その低ランニングコストでやってね薄利でっていうさ、そのそもそものビジネスモデルがなかなか成り立たなく成り立ちづらくなってしまうんだけど、そこへもってねやっぱそれ体力勝負じゃないけどさ、母体がしっかりしてるチェーン店さんっていうのはそこでねやっぱ信頼をまた揃えてちゃんとリセットして、ね、営業できるっていう、まあ、そこがやっぱね普通の定価しの店と違うとこかな。で10ストローだけどやっぱお客さん集まるわけで、この際ねお客さんさえ入ればパチンコもスロットもねその定価しだろうが、ね、4円だろうが20円だろうがねお客さんさえ来ればなんとかなるんですよ。はい253ここビッグがいいな。ああだってさこの際1パチだってさ4パチの4倍お客さんがいれば売り上げ変わんないわけじゃん、単純計算で。10ストローだったらまあ20ストローの倍だよね。だからまあ稼働重視の営業スタイルっていうのをねやっぱやっていかないといけないんだけど、ね、ちゃんとそのまずは来てもらって打ってもらうっていうね、その一番その基本の部分を大事にされてんだろうなっていうのはもう一目瞭然だよ、うん、だからなんだろうな本当ねえさっき負けて納得の店って言ったけど、俺負けるんだったらやっぱこういう店で負けてあげたいなというか、偉そうなこと言うつもりないんだけどね、普段こんな頑張ってんだもんね、同じ負けるんだったらこういうお店でねえ負けたいなと、で負けて納得したいなという気持ちにさせられるよね。メガネ君の台もまあいいけどやっぱちょっと伸び悩んだね、10の12で今124分の1、全然いいんだけど、うん、で立ち上がり一気に出たんだけどここ来て200オーバー2連続、まあ、分かりやすい帳尻合わせだな。でこの台に限っては若干ちょっとレギュラーが弱いからね、今ボーナス10回で8の2、うん、合算130だけど総ゲーム数1308ゲームだから、まあ言ってあとまあ2個ぐらい、してたらよかったよねっていう程度のもんなんだけど、まあ500枚
弱ぐらい、こっち500枚ぐらいかな、まあ、飲まれてんだろうな。あ、滑り込みました。388。あ、よかったよかった。うい、63。あ、バキやめてーなっちゃうよね。今のが63レグ、64か100でやめようと思ってたらレグ。はい、ということでこのゲームすでにちょうど1600ぐらいか、1601ゲームで9の3、ちょっとレギュラーが弱かったけどね、まあいいでしょう。ちなみにビッグ級のスイカ11ね。はい、実戦終わりました。投資がね6000円、10スロなんで600枚からの873枚お流し。はい、そしてほぼ同じだな、メガネ君に投資しまして、投資出資だな。こっちがね投資2000円だ、200枚からの864枚ってことなんでプラス600枚ちょい、だからまあ合わせて900枚ぐらいかのプラスということで、いや全然いいんだけど、昼休憩前の方が多分コイン持ってたと思うんで、まあいかにもな台打ってて終盤ね、あの伸ばせずっていうところでは若干ねもったいないことしたなという感じなんですけども、まあでもまあ、うん、しょうがないか、うん、まああの今日もね京都でという感じで前台だったんじゃないのかなと今日も、うん、思っちゃうんだよね。まあ空いてる台でちょっとへこんでる台が確かにあったんですけど回ってないんだよね。で僕が打った1台目とかも結局僕やめた後誰も打たなかったんで、ちょっとね分かんないですけど、ただ全体のやっぱあの跳ね方、出玉の球の持ち方、出玉感っていうのが、まばらにこうやっててああは普通にならないし、回数の上がり方がまた綺麗でしょ、ね、なんか今日なんかかなりレギュラー走ってる台とかも目立ってましたけど嘘臭さがないですよね。だから今日も前台ででね4とかがメインでやってるとあの出玉感にならないんですよ、はなはなって。だからまあちょっとまあ転生のねその辺の出玉挙動っていうのは、うん、そこまでまだピッピングというかこの目でね実際いろんなお店行って見てきたわけじゃないんで何とも言えないですけど、おおむねやっぱ5号機の花々既存の花々とそんなに動き的には変わらないと、出玉強度変わらないという話は聞いてるんで、って考えると4メインであの出玉感ならないんですよね多分。だから今日も相当ね、まあ、いい塩梅に仕上がってたんじゃないかと思うと、2人で前半あのペースで行ってプラス900枚はちょっと物足りないかなというのはあるんですけども、でももう危なげなくというかね、本当勝つべくして今日も勝たせていただいたという感じでございます。いやもうあのね前回来た時にも確信しましたけど、あのね本当下手なに打つので、うん、下手なの打つんだったらよっぽど勝てますんでね、お近くの方ぜひね叱るべき日に叱るべき台を打ちにですね、マリオンビサインターで来ていただきたいと思います。また来月もですね、ちょっとね来月も何回かあるんですけど、僕は何回来れるか分かりませんが、少なくとも最低でも1回か1日か2日ぐらいはお邪魔して、来れない日にはまた誰か中竹さんかあたりにですねお声掛けして収録もさせていただこうと思いますので、一つそちらの方もよろしくお願いしますという感じでございます。今日も無事勝利いたしました。新年一発目ということでしたね。そうだよね、あ違う2回目か、うん、2回目かで2連勝という感じでございますんで、で2月白星発進めでたい、次回も頑張ります。またお会いしましょう。さよなら。じゃー